佐田イ猫、佐田タ猫、久保川ボ猫、佐田ネ猫から久保川ワ猫、ネ九1904年、明治37年6月1日から1998年、平成10年10月12日は、日本の小説家である。長崎市に生まれる。出生当時、両親はいずれも学生で10代だったため、戸籍上は、複雑な経過をたどっていた。母親を結核で亡くし、 小学校終了前に、一家で上京。稲子は、神田のキャラメル工場に勤務する。この時の経験が後に、キャラメル工場からという作品にまとめられ、彼女の出世作となる。上野市のバズイ家の料理屋、清史亭の女中になり、芥川龍之介や菊池博士など著名な作家たちと、知り合いになる。その後、丸善の店員になり、資産家の息子である。 慶応大学の学生と結婚するが、夫の親に反対され、二人で自殺を図る。未遂で終わったが、その後離婚し、夫との幸運で一人で育てる。最初の結婚に失敗した後、東京本郷のカフェに勤め、雑誌、ロバ同人の中野重春、堀達夫たちと知り合い、創作活動を始める。1926年、ロバ同人の一人で貯金局に勤めていた。 久保川鶴次郎と結婚する。そのため、最初は、久保川稲子の名で作品を発表した。1928年、キャラメル工場から、を発表し、プロレタリア文学の新しい作家として認められる。1929年には、カフェの女求経験を綴った、レストラン、洛陽を発表し、川端康成に激賞された。レストラン、洛陽の同僚女求、夏江は、 伊藤初代がモデルだったが、川端はその器具を知らずに選評していた。雑誌、働く夫人の編集にも携わり、創作活動と文化普及の運動ともに貢献した。1932年には、非合法であった日本共産党に入党している。プロレタリア文学運動が弾圧により停滞した時代には、夫、久保川の不倫もあって、夫婦関係のあり方を見つめた。 くれない、1936年を執筆し、長編作家としての力量を示した。しかし、戦争の激化とともに、権力との対抗の姿勢を貫くことが困難になり、自流に流されていくようになる。戦場への疑問にも加わり、自流に妥協した作品も執筆した。戦後、久保川と離婚し、筆名を、サタイ猫とする。 戦時中の行動が問われて新日本文学界の創立時に発起人にはならなかったが、当初より活躍した。また、婦人民主クラブの創立には、宮本由里子たちと共に努力し、戦後の民主化の運動に貢献した、不民の分裂後は多数派のフェミン側の代表を長らく務めた。しかし、戦後50年問題、日ソ共産党の関係悪化など、 日本共産党との関係には苦しみ、とりわけ部分的各実験禁止条約をめぐっては、批准に反対していた同党に対し、野間広しらと批判を繰り返していたことから、最終的には除名されるに至った。彼女の作品には、戦前の経験や活動を描いた、私の東京地図、1946年、歯車、1958年があるが、夜の記憶、 1955年、経流、1963年、卒九1966年など、そうした戦後の共産党との行きを体験に即して描いた作品も多い。自身の体験に取材した作品以外にも、戦後の女性をめぐる様々な問題を作品として描いたものも多く、それらは、婦人雑誌や週刊誌などに連載され、映画や、 テレビドラマになったものもある。社会的な活動にも積極的に参加し、松川事件の被告の救援に活躍もした。裁判年までそうした関心は驚えず、社会的な発言も続けた。また1985年、樋口一行の竹比べの結末で、緑が変貌するのを、所長が来たからだとする従来の定説に対して、 勝負としての水揚げがあったのではないかと書き、竹倉べ論争を引き起こした。現在では、一般的に、両論兵器となっている。なお、この説はすでに、久保川鶴次郎も、東京の散歩道を、1964年、現代教養文庫で述べていた。1998年、敗血症のため死去。ここに、映画監督の久保川健造や、戦後を代表する、 振付家の一人である、佐田達江がいる。また、女優の田島和子は名にあたる、佐田の実弟、田島正人の娘。上野、清良邸に勤めていた十代の頃、客として現れた芥川を見て、女中仲間に、芥川龍之介だと言ったところ、その女中が芥川に、お客さんを知っている者がいると話し、個人的な知り合いかと勘違いした芥川が、 席に呼んだのがきっかけで顔見知りとなった。芥川は、佐田を、お稲さんと呼んで、ひいきにしていた。佐田は、生きな、島名船に、黒襟姿で立ち働く華奢な娘で、仲間内からは、芥川は、佐田に好意を持っているようだと見られていた。芥川が亡くなる四日前には、芥川から連絡があって、自殺の心理を聞かれたという。1929年、雑誌。 天気での執筆が縁で、同志に仕事を持っていた、坪井重二と、その妻栄の夫妻と信仰を持つようになる。後に栄は、生活苦もあって雑誌社の検証に応募するようになってくが、その折に、彼女の作風を見た稲子は、その素質を、プロレタリア文学ではなく、娯楽小説、特に児童文学、童話に向いたものであると気づき、栄に、坪田常治作品を読むことを勧めて、 童話や一般小説を執筆するように説いた。これによって、坪井久氏が執筆したのが、彼女の後の商業デビュー作となる、大根の葉であり、以降、栄は、稲子の予見した通り児童文学作家として活躍し、後に映画化もされた、24の瞳を執筆する。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。